喫水、または喫水とは、船舶が水上にある際に船体が沈む深さ、すなわち、船体の一番下から水面までの垂直距離のことで、ある。喫水は、船舶の浮き沈みの程度を表し、船舶の積みに湾岸での安全な航行を確保する上で、重要な指標である。このため、湾岸や運河では、潮の高さによって入出港が可能な喫水制限が、 設けられる。水面に接す,する分解線のことを喫水線という。船の積み荷を増やすと喫水は深くなり、喫水線も上昇するが、その分沈没する危険性が高まるため、船に乗せられる積み荷の限界を満載喫水線という。水域施設、経流施設等の港湾施設における岸壁水深に大きく左右され、後から増進することが難しくなる。 よって、積載能力の大型化に伴って、船舶の喫水は深くなり、湾岸設備の推進を寄港する船の喫水データに従って設計される。ドラフトマーク測定メモリ満載喫水線を示す、満載喫水線標識は、船体中央部の両舷に表示されている。ただし、平穏な内水面を航行水域とする船舶などには表示はない。また船手には、 船体の沈み具合を示すドラフトマークが表示されている。なお大型船を中心に満載汽水船より下の船底は赤く塗られていることが多い。これは富士壺などの海洋生物の付着を防ぐための塗料として使われる防災の主な成分に赤色系の成分の多い野酸化銅が多いことが理由とされる。 満載喫水はタンカーや豪華客船などの大型船舶の規模を表す指標としても知られる。中国最大の原油輸入港である沈島港における喫水記録では長らくアテネの栄誉号タンカーが21.68メートルを保っていたが浸水時を設けたことによりマーシャル軍島船籍の30万トン級マンモスタンカーラファエル号が停泊して 新記録を受立した。ありがとうございます。